お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、特別ゲストが来ています。お願いします。はい、どうも、てことです。いや、違う。うん、僕ん家に来てくれて、そう一緒に焼肉食った後なんですけど、ちょっと動画久々に撮りますかと。そうで、この前ファブ、この前ってかもう昨日とかの話なんだけど、はい、ファブカップあって、そうですね、そうベスト4残ったのが俺とライキとラットとユウヤなんだけど、まあ、優勝したのがまあこの俺、僕ですね。ああ、そっか、そう僕なんですけどね。忘れてたわ。そう、みかんさんと対戦そう、唯一、まあ、当たってないマッチが、うん、俺とラットのマッチとライキユウヤのマッチかな、うん、でまあ実際俺とラットやったらどうなるのかっていうのを、そうですね、そう組み合わせが違ったらもしかしたら変わ、まあ変わんないですけどね。まあ、でもやっぱ優勝してるからそう、これ勝ったら40万もらえるってガチ。いや違う、聞いてないさすがにダメですけどまあそんなわけでね、みかんさんと BO3 やっていきたいと思います。まあ番とかも何もなしでいいっすよね。そうだね、あのルールのままやろうか。はい、僕めちゃくちゃ強いデッキを見つけてきたんですよ。あれ、そうそう、絶対あれじゃん、 Twitter とかであれじゃん、もう俺分かるもんだって。いや本当にあれっすよ、もうみかんさんが大好きなプレイヤーが使ってました。ああ、海外の。あ、そう、じゃあ知らないやよし、いやー久しぶりの対戦だ。え、でも俺の好きな海外って結構限られるんだよな。言ってみてくださいよ。結構マニアックかもしれない。あー、でも俺モルテンとか。あ、もうそうです、そうです。あ、そうなの。っていう、まあ、海外のね、めちゃくちゃ、まあ、とりあえず上手い人がいるんですけど、その方が使ってたやつですね。なるほどね。はい、でもスケバレ入ったよってことは基本的には。なるほど。ああ、いや、ちょっと相性悪いかな。暇だから削りこ。さあ、ホグクエイクっぽいっすね、みかんさんは。うん、確定まであるっす。あー、じゃあ一発。まあまあまあ、俺の方が今勝ってるからね。誤差。あ、負けてる。誤差今すごい誤差。まあ、アチャセパーですらちょっとなんかめんどいっす。あ、でも今俺の方勝ってる。あ、あれ、あ、負けてる。おい、あ、でも見て、今これ俺の方勝ってるからすげえ、なんかマウント変な試合してる。え、ちょっと、え、やばい、何これ、初めて見た。あれ、これでも、あれあれ、めっちゃいい防衛した。まあなんか、まあ、え、バレル、あ、知ってるわ、このデッキ。なんか、俺知ってる。スケバレでルート強制させる、押すみたいな。早くなるんよね。ですよね。そう、俺知ってるよ。全然ダメージ通んないんですよ、でも。ボムタワーが一番苦手まじゃない、そのデッキ。ボム雪やばいっすよね。そう、たまたま、なんか相性いいの引いてる。まあ、みかんさん、すぐスナイプしてくるんでね。しない。別に横にいてデッキ見るとかちょっとしかしてないから。バレた。見てるじゃないですか。あの、これは正直スケバレ単体だったらマルタで興味みたいなとこあるな。うん、まあ落下ダメですよね。だとラット知らないこと今日教えてあげるわ。はい、ボムタワー1個でバルーン爆破も入らん完封の方法あるって知ってる？え、爆破も入らんのんすか。爆破も入らん完封方法ある。俺焼き鳥にこの前教えてあげたら、焼き鳥が、え、そんなのあるんすかってびっくりしてた。いや、やばいっすよ。爆破も入らないはさすがにやばくないですか。さあ、クエイク使った後、いやー、いい雪玉だな。全然もうちょっと惜しかったな。うん、なかなかいい試合ですね、今のとこ、ね、ジリジリしてるわ。あ、バルーン出さない。ちょっとバルーン出さない戦法か。ちょっとバルーン出さないんですね、僕ぐらいになると。あ、なるほどね、出すじゃん。知ってる、この位置のボムタワー。え、見て、この位置さ、2回アタックるじゃん。いや、アーチャーいるからじゃないですか。いや、違う、これね、アーチャーいなくても完封できるの、これ。え？え、知らんの？最先端。そう、最先端の位置って。バカ強いじゃないですか、じゃあ。ちょ、僕はな、でもこの、スケバレバルーン、世界一下手かもしれない。いや、待って、
鍵がバルーン、え、いい、これあれだから爆破が入らないっていうバルーンの、え、やば、え、本当に入ってね、知らないんだ、知らないっすよ、知らないっすよ、新しいっすね、うん、いや、いいっすよ、意外と、あちゃ、うん、もう一発欲しかったな、回転早いな、なじみどっちも、いや、そう、地味早っすよね、これ、そう、地味早だからさ、左丸太とかで削りくるから、うん、いや入りますね、まあ、あれ、まあ、サダ攻撃強い、サダは強い、いや、まあ、雪玉マルタっていうのが結構強いんやな、まあ、でもあとはこいつを入れなければいいみたいなところはある、うん、お互い口数が少なくなってきた、そう、ガチ集中だから、やべ、タワー入ってね、バカ、落下だめ、これがいて、いや、まだ、いや、あとちょっと、あと一発目いくじゃん、あ、あれスケバレの爆が入ってなければいいかな、これあれあれ、まあ、やっぱこれが優勝と優勝できない人の違いってやつですかね。喧嘩する？しないしないです。喧嘩する？うん、俺できてるから。実写じゃないから。実写じゃないからわかんないけど、みかんさんの目が怖いっす。いやもう半袖で戦う準備できてるから。よし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 。さあスケバレバルーン。なんかスケバレバルーンってあれだよ、なんか本当にバルーンの真後ろにスケバレると加速するんだよ。あ、ですよね。なんか僕なんか変な斜めに出しちゃってから、そうそうそう、あんまできてなかったっすけど。だからあれらしいね、川の、もう橋のど真ん中、橋のど真ん中に、うん、パッパン、そうそう、トゥトゥン、まあでも施設あると釣られちゃうから、うん、施設持ちちょっとむずいんだけど、さあ、BO3 だな、あれ知らないんだ、川の真ん中から一個内側にすると、いや、ボムだわ、知らないっすね、そうそう、あれだと、川の一番上に置くじゃん、はい、置くと一番誘導できるんよ、はいはいはい、でも1個ち、あ、でもその位置だと爆破当たらないんだけど、1個内側にすると言うて釣る距離そんな変わんなくて、うん、爆破が当たってバルーンも2発入れて時間稼げるから、一番釣れる位置ではないんですね、一番、そう、一番釣れる位置ではないけど、だから迫撃とか、うん、大砲とかみたいな、もう陸しか殴らんとか、ただ釣るだけの施設だったら一番上のど真ん中でいいんだけど、うん、であえて1個内側にすることでコウモリルート矯正とかでもちゃんと釣れるようになるし、でさっきも言ったけど爆破が当たるっていう、すごいですね、川前の同サイド隅っこの1個内側、そうそうそう、ど真ん中の1個内側、新しいな、そうそう、あれがちゃんとバルーンをボムタワー単品に完封できるっていう、はいはいはい、だからボムタワー加工しろっていう、よし、まあ、とりあえず煮立てしたいと思いますね、いや、あかんやろあ、でも大体終盤になると口数少ないから今しか喋れない、確かに今ぐらいしかね、そう、エレスピド、まあエレスピといえばもうロイぐらいしかないっすよね、まあな、実際ロイ、ロイホグ、さあコウモリ高回転ロイだ、うん、暇っすね、暇っすね、ちゃんと顔してるよ、うん、お、頑張れ、さあロイジエ対決、ムート入ってるロイジエ珍しいね、いやですよね、うん、こうも拾ってきました、ムート強いじゃないですか今も、ムートは強いね、あ、待って、やばい、ふっふっ、あ、でもこうしてる間に、こうしてる間にしばくみたいなとこある、確かに、うん、あ、これタワー下げってもうて、あ、でもいい、いやらしいハンターっす ね、ハンター出してからトリトン、エレシー、マルタ3枚切ってる、ハシマエロイはさすがにヤクザ、ハシマエロイ行きます、絶対来ないファイボ、まあアンパイよね、うん、
なんかロイ対決はもう一旦結論みたいなとこありますよね。結論が頂点。暇だなからなんすよね。まあね、うん、うん、ういからのもう一回いきます。ゆかさん回転早いですもんね。ちょっとあ、そっちじゃねえんだよな。あれ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 、強い強いぞ。そっちじゃないんだよな。しかもこういうのがもう強かったりしますよね。わかるわかる。あれリハさん、あれ右がやばいんだよな、これ。知ってる、右の方がやばいって。あれ本当やばい。待って、めっちゃ言ったり逆が。ルートきつい、ルートきつい。よし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 、裁判裁判裁判LSP さあトリトン、うんうんうん、うん、一旦ね。これあの吸ってもろてみたいな。ああわかる。ファイブを紙ファイブ打ってもろてみたいな。SK もろてみたいなやつね。やばくね、死んだくなって。あれ、はい、皆さんなんかちょろいっすね。いや聞いてください、めっちゃきついっすこれ。これめっちゃきついっす。ムート。いやマジできついっす。ムートやばいっすねこれ。こうやってムート止まんねえもんね。あ、これ煽り。あ、いや全然全然全然。聞いてください。はい、勝ったこと次100ポイントで出た出た、そのクソルール。いやこれ大事でしょ。焼き鳥ともいつもこれで泣かされてるから俺。じゃあまあこれ勝った方いいっすよ。100ポイントで勝ちやろう。勝った方がね勝者、もう僕の圧勝を皆さんにねお見せしたいと思います。でもこれ勝った方が圧勝だから、結局100ポイントだから。最後のねそうそう、ロイジャイ引っ張り出してくよ。いやー、三立ては熱いなーって思うじゃん。はい、何使おうかな、まあ、やっぱこれっすよねー、もう流行りの。よし、あ、決めた。これでね、まあ僕が勝てば、やっぱ今はちょっと僕の方がね。いやもうじゃん、これ勝った方が優勝だもう今のうちにこれは煽り部位を入れていくからね。よし来た、行くでー。さあ来た、よろしく。みかんさんと一回動画前撮ったら多分あれなんですよ、なんかみかんさんちで指定カード、指定クララみたいな。あ、もうだ3年前とかじゃん。そう、2、3年ぐらい前に。やば、ガチの久しぶりやん。あ、もうラットのそれ出てくるの知ってる俺やりこれ丸太くるか。あれちょっと回ってなかったっすよね。デリー、うわやばい、ちょっと待って、キモ、そのエレスピアキモい本当に褒め言葉の。いやだってこれさギリギリじゃない、結構。ああ間に合うか。よし、ロイホグか。でもチョンチョン入るな、チョンチョン。豚のチョンチョン結構痛いっすよねあれね。これ微妙だな。さあ高回転ロイホグ、迫撃があるかどうかかな。同サイド勝負がラット一番辛いんだよな。うん、うん、同サイドだな。デリバリー持ってましたね、それだけちょっと覚えておきましょうか。ウッド、回した、うん、無理やりせこいせこいせこい、ガチでせこい。取るね、ガチでせこい。あれこれもしかして102対0の香りがプンプンしてますね。なんでこんな毎回きついの言ってください、マジで毎回きつい。いやこれはいけそうだけどな。ボムタワー OP、 ボム火砲あってもいいと思うんですけどね。わあ、でも避けていく。ないよないよ、ギリギリ。こんにちは。いやでも竜帝これは美味しいみたいな。直回やりごぶ
ガチの歯やめてくださいよ、ガチの。いや、ガチでしょ、これ。いや、回しますね。いや、回すでしょ、さすがに。よいしょ。よし。いや、これさ、間に合うのずるいよな。いや、ちょんちょん入ってくる。よし。ハンター許容。よし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 、デリバリーこんにちは。あれあれ、いいリードだ。いや、これも同際勝負仕掛けて、よいしょ。うん、こっから怖いっすよね。搭載勝負で全部組み組まれたら削る。いや、せっこいわー、それ。ワンチャン追いつかれそう。いや、これは多分通ってるな。おい、俺の強制居抜きマンが。オッケーオッケー、ウッド削り。まだまだよ。みかんさん地味回転早いんだよな。あれ、ちょっとだけ怖くなってきた。ほんの少しだけね。ワンチャン？あれ？いった。あれ？あれ？え、無理っす。これ無理っす。これガチで無理っす。あれ？切れそう。これガチで無理っす。入ってました今。いや、入ってないっすね。あ、でもちょっと痛い。さあ、最後はマジアチャで射抜かしていただき。いや、絶対来ない。あ、これ豚で。あれ？おー、これ勝てねえよ、バカがよ。というわけで、結果発表をね、しますと。いや、しなくていいっす。三河さん。いや、しなくていいっす。これ違うです、これ。みかん坊やの得点、0ポイント。そして、私、ラットのポイント、102ポイントでございます。イェーイ！ずるいっす、これずるいっす。というわけでね、ちょっと今日はもう、僕の圧勝というわけで、いつでも対戦、リベンジ待ってますんで。あ、じゃあ今やろ。いや、今はもう、今もう終わりですね。あ、今終わりやん。はい、いつでもって今って。ベストも、あといつでも引き受けますんで。じゃあ今やろ。よし。いや、神相性ですね。神相性です。綺麗です。さすがにスナイプ。スナイプ、スナイプです、これ。逆スナイプ。そう、これスナイプです。これ、ロイフグな。いやー、これ豚絶対通んないやつ。豚絶対通んないっすよね、これ。やばい。切れそうだったもん。俺途中からもう豚投げるたびにゴミ相性だ。マジで切れそう。これね、迫撃とか入ってる方もあるっすよね。あ、迫撃だとさ、ボルブレ来てもさ、迫撃ど真ん中ポンって言って、うん、カウンターできるっていう。僕なんかそっちの方が好きっすね。こっち型あんま使ったことないっす、ね、鬼高回転のロイフグ。というわけで概要欄に、もう、ね、いや、いいっす。あれ、もういらないですか。もう二度と出演しないでください。いや、ごめんなさい、出演してください。なんなら僕の方から頼みます。はい、というわけで概要欄に貼っておくんで、皆さんぜひみかんさんチャンネルね、登録とご視聴よろしくお願いします。なんか最後ありますか、一言。ミルダム配信してるんで来てくださいくらいかな。はい、うん、というわけでミルダムもね、みかんさんのリンク貼っておくんで、僕のも貼っておきます。そう、こんなスナイプする野郎やめて俺の方見た方がいいっす。最初スナイプされたと思うんだけどな。いや、してないです。はい、というわけで終わりたいと思います。お疲れちゃんでした。またねー。